さて、ウプ主が何をしようとしているかクイズの続きです。前回まででわかったことは、コークス炉で石炭を燃やして、クレオソートオイルを入手して、騎士の作業台を作って、クリエイトの精錬ラインを作って、鉄を精錬して鋼鉄を作って、それでメタルプレスと金型を作って、マグマブロックを遠心分離して、手に入るブレイズパウダーをプレスして、ブレイズロッドを作ったところまでだったな。どう考えても遠回りすぎだろ。バイトもそう思います。ネザー要塞に行って、ブレイズ倒すだけで済むのにね。怖いもん。工業を使って避けられるなら、そっちを使いますです。それで、ブレイズロッドを使って作りたいものって、なんだ？それがこちらの、スポナーです。工業的にモブを沸かせる装置ですかね？そう、任意のモブをスポーンさせる装置でございます。これで沸かせたいモブがいるわけだ。では、これを稼働させるための準備をしましょう。まずは、マタービーマーを3つ作成します。オノレビーマー。あ、ついにレッドストーンの在庫が切れました。久々に地下採掘作業に入らないとな。では次に、シリンジを作成しました。注射器ですね。ヒュミラかな、デュピクセントかな、KCL かな、なんだろうな。シリンジタイプのお薬を列挙しなくていい。こちらはお薬を注射するためではなく、モブから血液を吸い出すために使うものです。これで血液を吸い取ったモブを、スポナーで沸かせるということなのです。どのモブの血液を吸い取るのかな？それは、この人です。ウィッチですか？ウィッチをスポナーで沸かせて、何がしたいかわからんぞ。そういえば、ウィッチって稀に、レッドストーンを落とすんじゃなかった？確かにそうですね。ということはもしかして？そう、そのもしかしてです。十分な血液が集まりましたので、トラック施設の中に設置しておいたスポナーにセットします。沸かせるためには素材が必要で、ガラス瓶と土と植物類だそうです。これを、スポナーの隣に隣接した3つのマタービーマーから投入します。電池でペアリングが必要です。素材の横の数字が増えていってるね。それが、指定された数を達成すると、そのモブが湧く、ということです。では、ウィッチが湧いているか、トラップの処理部分を見てみましょう。湧いて、処理されたね。つまり、ウィッチを沸かせて、ドロップ増加点がついたモブマッシャーで処理することで、ドロップ品としてレッドストーンを集めたかったということか。とても思っていたのか？なんだと？さすがにドロップ増加点があっても、これは非効率すぎます。しかも1体沸かせるために、小麦が20個必要なんですよ。それでレッドストーンをかき集めるなんて無理無理。もっと、先の段階をリーナちゃんは目指しているのです。まだ先があるのか。ということで、ネザライトインゴットを作りの。ネザライトって、まともに作ったの初めてじゃないか？古代の残骸はまだ工業で掘れないので、激レア素材です。そして、ディープリーダーを作りました。ホスタイルニューラルネットワークス。というモッドを紹介しましょう。これなんぞ？モブのドロップ品を効率的に集めることのできるモッドですね。まず、モデルフレームワークというアイテムを作りまして、プレディクションマトリックスと、シミュレーションチャンバーと、ルートファブリケーターを作ります。そして、モブの学習を行います。学習？やだ、チルノ勉強やだ。チルノは勉強アレルギーを発症しているようです。大丈夫？レボセチリジンシロップ飲む？多分勉強アレルギーには効かないな。とりあえず学習対象として、ウィッチを沸かせましょう。そして、ウィッチに向かってモデルフレームワークを使うと、ウィッチのデータモデルができます。それから、ディープラーナーにウィッチのデータモデルをセットします。ウィッチのステータスや説明が表示されてるな。ポケモン図鑑だね。その中で、1% と書かれているものがあります。モデルの正確性、なんだこれ。あと6キルでアップグレードする、とも書いてあるね。そうです。対象のモブをキルすることで、モデルの正確性を高めていきます。ということで、ウィッチをどんどんキルしていきましょう。確かにこれなら、ウィッチのスポナーを作ったことにも意義があるのかもしれない。6キルしてキルリーダーを目指そう。プレデター昇格間違いなし。エイペックスはとっくに引退しただろうが。ウィッチを6キルしたことで、モデルがベーシックにアップグレード。モデルの正確性は、5% になりました。次の段階にアップグレードするには、さらに12キルが必要。12キルはさすがにプレデターだね。ウプ主が2000時間遊んでも達成できなかった数字だな。これ、正確性はどこまで上げる必要があるんだ？別にどこでも、このパーセントが何を意味するかは、後で説明しますね。はい、追加で12キルして、モデルの正確性は 22% になりました。このくらいで良いでしょう。次は30キルだから、さすがにきついっすね。それでは、このデータモデルを、シミュレーションチャンバーに入れましょう。そして、プレディクションマトリックスを入れると、なんか、ローディングが始まったみたいだね。あたい、アメリカ語はさっぱりわからないよ。機械学習のシミュレーションが行われます。しばらく待つと。失敗、って出たな。残念、失敗してしまいました。失敗すると、右上に緑と青のアイテムだけが出てきます。モデルの正確性が、シミュレーションの成功率なのです。成功したらどうなるんだろ？8回目のチャレンジで、ようやく成功しました。
すると、紫色の玉みたいなアイテムが出てきました。これが、ウィッチの宝玉。モンハンじゃねえんだから。ウィッチプレディクションというアイテム、これがお目当てです。これを、ルートファブリケーターにかけると、ウィッチのドロップ品から、好きなものを選んで作ることができるのです。なあ、あるほどー。それでレッドストーンを手に入れるって寸法だったのか。ブローストーンも入手できそうですね。輸送パイプをつなげば完全自動化もできるので、レッドストーンが無限資源になりますね。しかしこれ、効率を考えるなら、もっと良いデータモデルを使った方がいいんじゃないか？いえ、それは大丈夫です。モデルの正確性は、シミュレーションを繰り返すたびに少しずつ増えていくので、たとえ 1% のモデルでも、最終的には 100% 近くまで上がってくるんですよ。だから無理にキルカウントを増やさなくて良いってことね。ちなみに、ハズレとして出てきたアイテムも普通に優秀で、いろんなアイテムにクラフトすることができるのですよ。とっても便利なモッドだね。ということで、前回から続いてきた、ウプ主が何をしようとしてるかクイズの答えは、ウィッチを真相学習して、ドロップ品のレッドストーンを無限資源にしようとしていた、でしたー。いや、遠回りしすぎだろ。遠回りすぎてむしろ大回り乗車だわ。東京駅から池袋駅に行くのに、栃木県を経由してるようなもんだわ。いやいやいや、違いますよ。私がやってるのは、福岡から東京に行くのにパリを経由してるようなものですから。キレがでかくなっただけで同じだわ。さて、時間が余っちゃったので、ミッションをやりましょうか。どれをやるんだ？今回はこれ、512FE パーチックのソーラーパネルを作る。だいぶ昔からお世話になってるやつだよね。小さなソーラーパネルを圧縮していって、最終的にめっちゃ強力なソーラーパネルにするの。その中で途中の段階である、512FE パーチックを目指したいと思います。つまり、クラフトラッシュです。今回は嫁ぐかな？ミラーを作りーの、ソーラーパネル1を作りーの、ソーラーパネル2を作りーの、フォトボルタイックセル1を作りーの、ソーラーパネル3を作りーな、フォトボルタイックセル2を作りーな、ソーラーパネル4を作りーな、フォトボルタイックセル3を作りーな。てれってれー、ソーラーパネル5、512FE パーチックのソーラーが、できましたー。一度に2個できるんだな。合わせて 1024FE パーチックで、これは火力発電機の50倍に相当し、この間稼働させた原子炉と同じくらいの発電量を誇りますよ。原子炉に匹敵する太陽光発電ってどういうことなの？どこでそのエネルギーを集めてるんでしょうね。光を曲げてパネルに集約させてるんだぞ。虫眼鏡で紙が燃える原理である。では、ミッションクリアということで、残り9個になりました。まだまだでごわすな。宇宙派よって言われるぞ。宇宙モッド実況が宇宙に行かないのは様式日みたいなところがあるので、といったところで、今回はここまでです。次回も来週の投稿予定。よかったら、いいねとかチャンネル登録とか、よろしくね。ではでは、See you!